はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。今回は This is a Police の続き76日目になります。続きをプレイしていきましょう。バイク愛好者ら中央病院で献血。僕もね、二輪の免許は持ってるんですけど、もうしばらく乗ってないですね。 400cc まで乗れるんですけどね。市内で大規模停電、復旧せず小学生観覧車に閉じ込められる。12月に、タイの女の子とシンガポールに行って、その時に観覧車に乗ろうかなと思ってるんで、まあ、閉じ込められないように気をつけたいなと思います。ちょっと関係ない話ですけどね。じゃあメモを見ていきましょう。メモはというと、捨てる神あれば拾う神あり。どういうことだ？ここのメモの意味がね、本当にわかんないんですよね。どういう意味があるんだろう。鼓動は今日欠勤した。無断欠勤か。今日は会員の誕生日、公園で一日やす。こいつも会員の誕生日か。ダメだよ、ダメ。鼓動は今日無断欠勤か。即日解雇だな。ああ、そうか。イエスエルはよく頑張ってくれましたね。で、リクエスト結果だけど、お、刑事が1人雇えるようになったか。ありがたいね。まあ、ここのところ正直頑張ってましたからね。じゃあここはアレックス・ポーターを、シフト B、 いや A だな。 A の方に増強していきましょう。人は極力で、給料アップ80ドルになりました。あと安すぎだけどね、8000円って。スワットチームのアップグレード、どうしようかな。1日に3回出勤よりも効率が100%アップの方がいいかな。で、最後警官ですね。ろくな警官がいないといえばいないけど、しょうがないよな。シフト B はというと、シフト A の方には今8人入っていて、シフト B の方にも8人、9人入ってるね、シフト B の方は。じゃあシフト A の方に追加していきますか。誰を入れるかだな。まあ、ここは無難にマイケル・ホックスマンにしますか。一番高いんでね、能力値が。これをじゃあシフト A に追加していきましょう。だいぶ充実してきたな。安心感がありますね、警官の数が多いと。これだったらどうだろう、プロクター休ませてあげてもよかったかな。嫌がらせ。店の正面に不審な男が現れ、パン屋から出てきた若い女性に話しかけた。パン屋のオーナーはその男が、また出たよ、歯科医かもしれないと思っている。これも完全ガセネタだ。まあ、嫌がらせ自体はあったと思うので、嫌がらせ自体に出動させることはいいと思うんですけど、ただそれって、事件化されないで誤報扱いになっちゃうんですよね、きっと。おっと、いくつか連続で事件が起きてますね。フリバーグ小学校、校長のリアーナ・スミスから2人の母親が校長室で喧嘩をしていると通報。それぞれの子供たちの態度について話し合うため校長が呼び出したのだった。クレイン夫人の息子は普段からマスター夫人の娘をからかっていた。これね、きっとクレイン夫人の息子はね、マスター夫人の娘が大好きなんですよ。気持ちはよくわかる。その娘はついに我慢ができなくなり、クレイン夫人の息子に手を鉛筆で刺してしまった。うわ、激怒されたわけだね。ああ、警官1人出せばいいのか。じゃあケネディ、いやー、どうかな、ここは。女性の方がいいでしょう。プロクターにしますか。で、ビジネスセンターの迷惑行為、こっちの方が気になりますね。3匹のピットブルを連れた男がビジネスセンターにやってきた。ピットブルって何なんですか？警備員、あ、犬なんですね。警備員には、犬は入場禁止だと止められると、邪魔をするなら犬のリードを外すと脅してきた。どうなんでしょう、ピットブルって僕、ちょっとどんな犬種かわからないんですけど、どうなんですかね。大型犬なのかな。嫌がらせの方の報告ですね。まあ、誤報でしょう。嫌がらせ自体はあったとは思うんですけど、その嫌がらせの事件に対して出動したっていうことにならずに、ただ単に歯科医が誤報だったっていう扱いになってしまうんですよね。ジャーナリストの調査が入っています。フロムブレイクケージ。実は幸徳な人生という雑誌に載せるための長い記事を執筆中なのですが、そのテーマが警察とソドムなんです。私の調査によれば、各地の都市に住む13の警官ゲイカップルに悲観的な死が訪れます。そしてその都市を地図上で結ぶと悪魔の五芒星が浮かび上がるんです。
あくまでさえも彼らを受け入れることはできないという意味なのかもしれません。私の予想では次の悲劇はここフリーバーグで起きます。残念ながら私はまだあと6つの年を訪れなければならないので、事件が起こるまでここで待つわけにはいきません。2日後には次の年へ立ちます。そこで相談なのですが、なんとか事件の発生を急がせてもらえませんか。お礼ならたっぷり差し上げます。死んだ警官がゲイじゃなくても別にいいんです。だって死人に訴訟は起こりませんからね。いやこれはちょっと非人道的すぎて無理だな。無視しましょう。ね、状況は思ったより深刻ね。たかだか犬一匹処理できないか。犬一匹じゃないですね。犬三匹。プロクターはよく一人で行ってくれましたね。一人じゃね、もう出動してくれなくなってるんですけどね、今は。さあ、迷惑行為の方は警官4人を突っ込んで犯人を確保してますね。OK だ。で、次は動物虐待。気が狂った男が手斧を持ってビル・バックラーの農場に侵入すると、牛やその他の家畜に襲いかかった。もうこれ家畜って言ってもね、高いですからね、家畜って実は。で、聖ヨハネ病院の虐殺事件。匿名の人物から密告。医師が婦人科病院に押し入り、患者を殺しているらしい。なんか凶悪性が高そうだな。スワットチームも出しますか。おっと、こいつらも2人なのに1人じゃ行きたくないっていう意味不明なごね方をする2人組だったのね。じゃあちょっと期間を待って出しましょうか。じゃあブラードにベイカー、それにゴーディエ、この3人、さらにスワットチームも出せば十分でしょう。こんだけ警官に余裕があるとなんとかやっていけますよね。ホルヘ・ディーン、トウモロコシ記念碑。ボイド所長、実はフリーバーグを代表するあの記念碑を舞台にシーンを撮影したいんです。 A、 トウモロコシの記念碑です。フリーバーグを代表する記念碑はトウモロコシの記念碑だったんですね。公共の場なので4人の警官を派遣してもらいたいんですと。まあじゃあ4人出す？余裕あるし。エロいやつが含まれてなければいいですけど、女優に手を触れるなって言ってましたけど。2人ほど男、しかもケネディを入れてるんで心配だな。侵入者を警察に気づくと両手を挙げたが、まだ武器を手放していない。男をまず落ち着かせましょう。で、犯人を逮捕できましたと。OK だ。誤報だったのね。婦人科病院の患者は全員無事。妊娠中絶反対者たちが作り上げた出歯だったということですね。これは撮影の方に派遣してた4人ですね。おお、8000ドルか、でかいな。さあ、これで全員警官が戻ってきたので、出していきましょう。スナイパーから命を狙われていると公衆電話から男が通報してきた。ここから出られない。ドアを開けたとき、私の足元のアスファルトを打ってきたんだ。何を要求しているのかわからないが、電話ボックスに入ったときメモが電話帳に貼られていたんだ。動くなとだけ書いてあった。いやー、なんかガセの匂いするな。ものすごいガセネタするけど、ちょっとここは黒人の3人衆を出しましょう。スワットチームとともに。むしろこっちの方が気になるんだよね。死傷者ありの人質事件。地元の有名アーティストたちのためにエルビスのモノマネ大会が行われた。主催はリンディ・ブライアントで、出場者の審査も行っている。バーのオーナーによると、最悪なエルビスのファンがエルビスにいてもにつかないと言って出場者に失礼な言葉を浴びせたらしい。そしてやっぱりまだ生きていたのね。私を連れ去ってよ。
そして一緒に幸せに暮らしましょうと叫んだらしい。警備員がその女を退場させたが、女はバッグの中からナイフを取り出して警備員の喉を突き刺した。ブライアンと射出場者の一人を掴むとユーティリティールームに引きずり入れた。喉を突き刺した時点でもう確実に死んでるからな。ここはじゃあ護送車も入れて、まずは3人で追加で人を出しましょう、必要に応じて。いや毎日朝の7時からね、夜の2時3時まで働いてるんで倒れちゃいますよ本当に、こんな激務だったら。スーツを着た男性が電話ボックス内の床にしゃめがみ込んでいる。本当だ。周辺の歩道には多くの銃弾の跡がある。見物人たちは道路の反対側に集まり、安全な場所から見守っている。野獣馬だな完全に。公衆電話の真横にパトカーを止める。近くの家や窓や屋上を見上げる。スナイパーに向かって叫ぶ。お前は包囲されている、降伏するんだ。一番下はないな。まずはちょっと屋上とかを見上げてみましょう。スナイパーは公衆電話に何回も銃弾を浴びせた。見物人によると8階の窓から発砲があったという。公衆電話にいる男性を車へ移動させる。これ撃たれる可能性があるんでやめましょう。発砲があった建物に急いで向かう。目撃者が指摘した窓を撃つ。窓を撃つだけじゃね、威嚇射撃になって逆に犯人を刺激してしまう可能性があるので、発砲があった建物に急いで向かいましょう。スワットチームもいるんでね。州刑務所。汚らしい服を着た年配の男が刑務所のゲート下を歩き回っている。私が出たよ、司会だ。私があの女たちを殺したんだ、逮捕してくれ、自供したいんだと男は言った。もうこれ無視ですね。まあこのこと自体に警官を出すっていうのはいいと思うんですけど、誤報扱いになるので意味がないんでやめましょう。大勢のエルビスそっくりさんがドアの周辺に詰まっているっていうケビンズバーの視聴者ありの人質事件の方ですね。みんな下がってくれ、警察は通してくれ。静かに群衆の中を通り過ぎる。警棒を振り回して通りを確保する。まあここは警察だって言って通してもらいましょう。エルビスの格好をした男が中にいて、ナイフを持った女に怯えきっている。まあテーザー銃で女を撃つか、エルビスに逃げろっていうか、ナイフを捨てて手を上に上げろって叫ぶか。まあここはもうテーザー銃で女を撃ちましょう。なんて言ったってもう一人殺してますからね。今日はこのままもう事件起きずに終わってほしいけど、殺人事件の方は新しい写真3枚入手か。ちょっとこれは捜査ができそうだな。1から見ていきましょう。まずはショーン・ケイリス。誰かがドアをバンバン叩いた。男がした。音がした。母さんにベッドの下に隠れているように言われたんだと。目を閉じて耳を塞いで静かにしていた。聞こえたのはくぐもった叫び声。ベッドの下から這い出すとお母さんが血を流して倒れていたと。で、検視官は、被害者は頭を鈍器で殴られたことにより死亡。犯人は背後に立っており、被害者は即死。他に暴力を受けた形跡はない。店室おり、ヒオナがお兄さんと汚い言葉で のしり合っているのが聞こえたと。いつものように金をせびりに来たんですと。次にヒオナは息子に何かを叫びました。あの子はいつもテレビの前に座ってゲームばかりしているんです。その時私の電話が鳴って、それから1時間半ほど友達と話をしていました。で救急隊、私が着いた時アパートのドアは開いていて、男の子がテレビの前に座ってゲームをしているのが見えました。その子は私の方に見向きもしませんでした。きっとショック状態だったんでしょう。アンダレイ、これ被害者の兄ですね。誰かに金を借りに、確かに金を借りに妹の家に行った。失業していろいろと滞納していたからね。妹のことは過去に助けたことがあるから同じように助けてくれるものだと思って行ったんだけど断られてしまったのさ。でも殺したのは俺じゃない。喧嘩して殴り合ったのは確かだ。罵り合ったのは確かだけど、その後俺は家に帰った。レンタルした映画を見てすぐに寝たよ。なるほどね。まずは鈍器のようなもので殴って、しかもどうだろう、こうぶつかり合ったわけではないって話でしたよね。結局これは弟なのか息子なのかどっちなんだってことですね、犯人が。
なんとも言えないな。そうすると、まあ、パターンとしては、金を借りにやってきて、断られて、それを見ていた男が、まあ、息子かな、がいて、鈍器を持ってきて、鈍器で殴りつけて、これでどう？違うか。もう何枚か写真集まらないとちょっとわかんないですね。で、窃盗事件の方はというと、新しい写真は見つかっていない。これは美術館の方の事件の話ですかね。窃盗事件の方は。さあ、これで今日の勤務は終了かな。7時から今日も2時までしっかり働きましたね。はい、というわけで76日目ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回は77日目、プレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。